い、イクカツです。今回は口がパクパク動いておしゃべりしているように見えるおしゃべりカラスを作ります。途中までパックンチョと同じ作り方で簡単にできますよ。ぜひ作って遊んでみてください。別動画でパックンチョで作るカエルや折り紙1枚で簡単にできる変わり絵なども紹介しています。どちらも作った後に楽しく遊べますよ。概要欄からチェックしてみてください。それでは作っていきます。折り筋をつけます。中心に向かって角を折ります。裏返します。もう一度中心に向かって角を折ります。裏返します。折り筋をしっかりつけます。折り筋に沿って十字に折りたたみます。少し開き、角を一つ引き出して折ります。これでパクパクとおしゃべりするおしゃべりカラスの完成です。シールやペンなどで目をつけて仕上げてください。遊び方です。顔の両隣をつまんで左右に動かします。カラスの口がパクパクと動いておしゃべりしているように見えますよ。うまく口が開かないことがありますが、そういう時は端ではなく口に近い部分をつまんで動かすと口が開きやすいですよ。
カラスの口の動きに合わせてお話ししても楽しいですよ。カラスに食べさせたり、くわえさせたりしても楽しいですね。パクパク楽しいおしゃべりカラスです。途中までパックンチョと同じ作り方なので簡単にできますよ。ぜひ作って遊んでみてください。材料です。この他にも別動画で折り紙で作るよく飛ぶカエルやストローで飛ばして遊ぶロケットの折り方なども紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。またこの動画が役に立った、良かったと思った方は SNS でのシェアもお願いします。コメントもいただけるとイクカツが喜びます。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。